6日、守谷市役所の職員や大勢の市民に迎えられ、松丸信久新市長が初登庁しました。旧守谷町長時代と合わせて6期24年務めた前相田真一市長に代わり、この日より松丸市政がスタートとなりました。庁舎内大会議室にて松丸市長初登庁を祝い、登庁式が行われ、松丸市長は集まった職員を前に挨拶と決意を述べました。皆さんおはようございます。今日から市長として皆さんの一番先頭に立ち、そして市民の皆様の生活を守るため、そして市民一人一人の幸せづくりをするための施策を実現していきたいというふうに思います。市民との絆を深め、またその地域地域に合った市民の皆様の要望に応えていかなければいけないというのが、これから私が4年間でしなければいけない第一のことだろうというふうに思っております。本当にこれからよろしくお願いいたします。ありがとうございました。